もう今、カメラで写真を撮って、そのままアップロードとか、そのままシェア。そういうのは簡単なんだけど、まあ、ちょっと複雑なことをやりたい。そうなってくると、どうしようか、考えてしまうんですよね。例えば、複数の写真を、一つの写真に、こういう漫画みたいな小回りにしたい。あと、Facebook とか Twitter とか、SNS のバナーを作りたい。ちょっとしたチラシを作りたい。まあ、そうなってくると、んー、自分でできないな。 できることにはできるようになったんですけど、単純なことしか、まあ標準だとできない。あじゃあ、もう結局プロ任せなのか、できる人を呼んでくるのか。いいものあります。フォトジェットというサイトですね。フォトジェットを使えば、Facebook とか Twitter とか YouTube のバナーも作れます。あとは小回りですね。あの、小マりの嬉しいところ。例えばオークションサイトで、まあ写真の枚数が3枚と決められてる。 その場合にもっといっぱいの死体。まあそうなってくると何かソフトを使わないといけない。まあ仮にソフトがあってもめんどくさいですね。私も正直小回り作るのめんどくさいと思います。でもフォトジェットだったら簡単ですね。小回りのパターンを選んで写真を載せるだけですね。簡単に作ることができて当然画像ファイルもダウンロードできますね。だから好きに使います。まあただ一部プレミアムユーザー用のテンプレートがありますね。それは 登録や有料なのかなちょっとわからないです。まあ、登録する必要は絶対ありますね。ただ、無料でも使います。今出てる映像、無料で作りました。登録もいらないですね。だからメールアドレスとかなんかいろいろ入力してとか、ユーザー登録とか、無料で使う場合はいらないです。だから、フォトジェット、ぜひ使ってみてください。私、ソフト持ってるんですけど、フォトジェットがあれば、まあ、わざわざソフト使いたくないな。そう思いましたね。